背景です。今回はどういうこと、 FA 山川に西武が単年契約提示ということで、今回はライオンズが山川選手に単年契約を提示したというニュースが出ましたので、そのことについて話していきたいと思います。最後までご覧ください。それではですね、西武が FA の山川に単年契約提示ということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。国内 FA 権を取得している西武山川穂高内野が権利交渉を検討していることが5日分かった。通算218本塁打の山川は今季書類送検までされた自身の不祥事もあり、17試合のみの出場、故障者特例措置で権利を得た、権利不十分で不起訴決定の後には多大なるご迷惑をかけてしまったと謝罪。一方でもともと球団に愛着はあるものの、近い関係者には野球選手としてのさらなる成長を望む思いも伝え熟考を重ねてきた。西武側はすでに代理人を立てる山川サイドに来季の単年契約を提出済みで、5日時点での返答はない模様。 FA 対象選手には年俸増プラス複数年契約の提示が一般的だが、今回は事情が違う、球団幹部はご想像にお任せしますと話すにとどめたが、今季成績不祥事の影響などを踏まえると減額が有力だ、最終的に権利行使となれば他球団が西武以上の評価をする可能性もあるということでですね、ライオンズが山川選手に対して単年契約を提示したという報道が出ました。ということでね、まあもう何回かね、ずっと山川選手については、まあ、僕も話してきましたけれども、まあ、また新たなねニュースが出たということで話していきたいと思います。まあ、昨日ね、日本シリーズがようやく終わってですね、まあ、ストーブリーグが今日からスタートということになりました。で、まあ、僕もですね、まあ、何かねこの早朝に絶対に、まあ、山川選手関連のニュース、まあ、あるいはね FA 関連何かのニュースが出るということで、なんとか頑張ってね4時半に起きて、記事をチェックしたんですけれども、まあね、ちょっと行使するのかどうかみたいな記事が出るかと思ったら、まあ西武がね山川選手に単年契約を提示して、まあ、山川選手が FA の行使を検討しているというニュースが出てきたんですね。で、まあちょっとね記事の方も、まあ、先ほど読んできたんですけど、まずはねここまでの山川選手の FA の経緯、簡単に見ていきたいと思います。まあ、山川選手にはね故障者特例で FA 権の取得が今シーズン認められました。で、ライオンズがシーズン終わってから、そしてフェニックスリーグの間ですね、この間に一回残留交渉したというニュースが出て、で、まあ、そこで複数年契約を提示したっていう報道も出ました。まあ、渡辺 GM と山川選手本人がねこう面談をして、まあ、本人もすごい反省をしていて、で、まあ、西武としては一応こう残留交渉をしたみたいなニュースがフェニックスリーグの前ですね、直前ぐらいに出たんですね。で、フェニックスリーグが終わって、で、山川選手もまあ FA について本格的に考えていくみたいなタイミングになって、まあ、FA 権について熟考、まあ、本人もまあどうするか迷っているみたいなコメントをしていました。で、まあ、今回ね、再びライオンズがまた残留交渉をしたということで、渡辺 GM 曰く条件は一番最初と変更していないというふうに言っていました。まあ、フェニックス前におそらく交渉をした時と、まあ、今回フェニックス後に交渉をした時とでは、まあ、条件は変えていないっていうふうに渡辺 GM は言ってるんですね。ただフェニックス前の段階では複数年契約が提示されたみたいな報道がされていたんですけど、今回は単年契約っていう風に報道が出ています。なのでおそらくこの複数年契約提示したっていうのが、まあ、嘘って言ったらあれですけれども、この複数年契約提示したっていう報道がですね、スポーツ新聞の一社しか出ていないというのがありますので、まあ、この複数年契約の提示っていうのはおそらく飛ばし記事の可能性が高いと、もともとおそらく単年契約で、まあ、また同じような条件の単年契約を今回の交渉でも出したっていうのがおそらく正しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、今回はね、単年契約を提示っていうふうに報道がされたんですけれども、じゃあ実際にね、まあ、この単年契約とかについて、まあ、あとはね山川選手が FA 今後どうするのかってことについてね、ちょっと話していきたいと思うんですけれども、まあ、異例の単年契約ということで、まあ、FA の選手やね、大体やっぱり複数年契約を提示するっていうのがもう最近の通例だと思うんですよね。もう本当に毎年毎年、まあ他球団も含めて、まあ FA になる選手っていうのがいるんですけれども、まあ大体ね、やっぱどのチームも FA の選手には複数年契約を提示しているというのがあります。で、それがまあ本当に通例になってるんですけど、今回山川選手には現行の単年契約を提示したっていうふうに報道がされているんですね。でもまあやっぱりね、正直山川選手の場合は、まあ普通の FA とはやっぱ違うと思うんですよね。普通にこう試合に出て、まあ FA 権を取ってっていう選手たちとやっぱ違うんですよね。今回山川選手は、まあちょっと不祥事を起こしてしまったってこともあり、まあなかなかやっぱりこう試合に出ることもできなかった。で、しかもその不祥事っていうのがまあ警察沙汰にもなってしまって、まあある程度ちょっと球団もまあ迷惑を被るような
目形になってしまったというところがありました。やはり今シーズンの活躍だったりとか、起こしてしまったことっていうのを考えても、正直やっぱりアップテージっていうのは難しいし、複数年契約も同様に難しいんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱりアップテージは何でかっていうと、ほとんど試合に出てない、さっきもちょっと記事に書いてあった17試合しか試合に出てないような選手をやっぱアップさせるっていうのはね、それはやっぱ他の選手とかの目を考えても、おかしくなってしまいますよね。だって試合に出てるのに、年俸が下がってしまう選手もいる中で、試合に出ていない選手が、FA はもちろん自分の権利なんだけれども、それでアップをされるっていうのは、それは普通にチーム内でも、良くない雰囲気を、醸し出してしまうんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱなかなか今年の山川選手に対してアップ提示するっていうのは、ライオンズ的にはやっぱり難しい部分があるかなと思います。で、複数年契約に関しても、アップ提示の複数年契約なんて、もってのほかかなっていうふうに思うんですよね。で、あとやっぱり今シーズンの成績で、仮に複数年契約を結んだとしても、山川選手的にもやっぱり来シーズン以降、例えばめちゃめちゃ活躍して、またね、じゃあ40本100打点やって、ホームランを打点を取りましたっていうふうに来シーズンになった時に、でも今年また複数年契約を、あんまり高くない金額で結んでしまうとアップしないんですよね、来シーズンめちゃめちゃ活躍したとしても。そうなるとやっぱり山川選手的にも、せっかくのね、自分で取った FA の権利っていうのが、無になってしまうまではいかないけど、あんまりこうね、しっかり使うことができていないっていう風になってしまうので、そうなってしまうのであれば、今年はちょっと減俸で仕方ないけれども、単年契約で、1年めちゃめちゃ活躍して、で、そこでまた来年の契約更改でアップテージをもらう。で、そこでもしくは複数年契約をもらうっていうことの方がね、本人的にもいいんじゃないかなっていうところで、おそらくライオンズは、単年の減俸を提示したっていうふうに思うんじゃないかなと思います。だから、今回単年契約で、しかも減俸の提示っていうのは、普通に考えたら FA の選手でこれおかしいだろうとか、引き止める気あんのかよっていう風に、思われる方もいるかなと思うんですけど、僕的には今回のライオンズのこの対応だったり条件提示っていうのはもう妥当かなという風に思うし、なんならどちらかというと支持したいぐらいまであるかなという風に思っております。ただね、やはりやっぱり山川選手まだね、決断をできていないというところがあって、やっぱり他球団に行けばですね、おそらく年俸アップの複数年を提示されるのは間違いないと思うんですよね。やはりですね、他球団としては、別に山川選手は他球団の選手ですから、で、一人の FA 選手なわけですよね。だから別に山川選手に対して好条件だったり複数年契約っていうのを提示しても、ライオンズとしてはね、やはり球団内でのあれがあるけれども、他球団からしたらそこまではないと思うんですよね。だからおそらく FA 権行使して他球団と交渉とかすれば、アップの複数年はもらえるっていうのは間違いないと思うんですし、それはやっぱ山川選手的にも、もらえるね、額は大きくなるし、しかもそれで複数年契約、長い期間面倒見てもらえるっていうのがあるんで、メリット大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そうなるとやっぱり世間体だったりとか、やはりライオンズファンからもね、これで残んないのおかしいっていうふうに、言われてる方も、何人かいらっしゃいますし、あとはやっぱりね、世間全体のイメージもあんまり良くない中で、自分のチームから残留交渉してもらってるのに、出て行ってしまうっていうところのね、世間体も良くないですし、あとはやっぱり家族ってところも考えてですね、自分に批判されるとまた家族も批判浴びてしまう可能性ってところもありますので、そういったところも含めて、今まだちょっとね、決めきれていない部分があるんじゃないかなというふうには思います。あとはね、この前ね、ツイッターの方で、僕のアカウントも含めて、ライオンズ関係のアカウントを、複数にね、フォローしたっていうのが、あって、これちょっとね、割と残留の可能性出てきたのかなっていうふうに思うんですけど、やはりね、ちょっと条件的にはライオンズはそんなにいい条件は提示してないし、本人も代理人を立てているっていうところ、そしてまだその代理人から、ライオンズに対して何も連絡がないっていうところを考えると、やっぱりまだね、移籍の可能性の方が、僕は割とまだ高いかなというふうには思います。ここに関してはね、もう本当に今日からストーブリーグスタートして、で、ここからね、7日間、土日除く7日間が、FA の行使するのかしないのかっていうのを決める期日になりますから、いずれにしろね、あと1週間以内ぐらいでは、決まるということなんですね。山川選手の決断が、どういう風になるのか、またね、今後も注目していきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。